で軽く黄色ですね。ボンマルトルの上村です。いつもボンマルトルチャンネルご視聴いただきありがとうございます。今日ご紹介するのは、ウィンフーカツレツ。本来ならば子牛を使った、子牛を薄く伸ばしてパン粉をつけて焼き上げるというお料理なんですけども、一般的には子牛って手に入らないので、今日はこういうのコンロース使って、カツレツにしてみたいと思います。はい、材料ですね。はい、今ご紹介した、トンロース、タタロースとか、もも肉でもこれは大丈夫です。あとゆで卵とレモンとパセリ、パセリ今日はイタリアンパセリですけど、普通のパセリでも全く問題ございません。あとはパン粉をつけるので、溶き卵と小麦粉とパン粉ですね、と塩と胡椒、意外とシンプルです。まあ、あと付け合わせ、今日はこのゆで卵を使うんですけど、ゆでたじゃがいもとかゆで上げたじゃがいもとか、これ定番でもあります。はい、では、調理の方行ってみたいと思います。最初に、まず、子牛なり、豚なり、こちら薄く伸ばすっていう作業があります。はい、豚ロースだとここにこの筋のところちょっとこう隠し包丁入れていただくとお肉が縮みにくくなります。はい、はい、こうはい、で次に、お肉を伸ばしていくんですけど、こういったなんかこう綿棒みたいなのあると伸ばしやすいんですけど、多分一般の方ないと思うんで、裏技で今日これ空き瓶使って伸ばしていきたいと思います。こうまずちょっとラップ引いてもらって、瓶でこう軽く伸びていきますよね。これでだいたいこう同じぐらいの厚さに、はい、ビエノワーズっていうんですけど、フランス料理だ、フランス語だとウィンフーって意味なんですけど、本場に行くと本場のウィンフーカツレツ本当にお皿いっぱいぐらい伸ばして薄く引き伸ばした子牛のお肉をパン粉漬けにして焼き上げるみたいな感じです。はい、こんな感じです。はい、さっきのと比べるとこれぐらい違います。はい、この辺ちょっとまだ筋が少し、はい、伸ばしていきます。はい、もう一枚。伸びました。はい、で、下味ですね。薄く伸ばしてるんで軽めの塩コショウの方がいいですね。しっかりしてしまうと後で結構しょっぱく感じてしまうんで、塩コショウ両面にいきます。で塩コショウよくなじませて、はい、ちょっと置いていきます。ゆで卵ですね。これこう固ゆでしてます。取れるんでだいたい水から入れて12分くらいですね。黄身と白身に分けていきます。
こうウィン風のカツレツの定番なんですけど、これ茹でた卵の黄身と白身のみじん切りを添えるっていう、これなぜかあの掟のようななんか決まりがあります。今日はそれに忠実に従って作っていきたいなと。もうなんか粗みじん切りです。はい、これぐらいですね。黄身もザクザク切ってみます。はい、これぐらいです。次、パセリも少し。はい、では、次ですね、パン粉付けの方をやっていきたいと思います。まず豚肉、先ほど塩コショウした豚肉ですね。小麦粉を両面まんべんなくつけます。あ、そうだ、ごめんなさい、その前に卵溶かなきゃダメです。卵を溶いて、で卵に少しだけオリーブオイル入れます。パン粉に小麦粉をつけた豚肉ですね。両手でこうよく小麦粉、余計な小麦粉を叩いて卵を通します。でつけすぎると衣が厚くなって重たるしくなるんで、こうコツ、こうボウルの端っこにでこう卵を切る感じです。で広げたパン粉の上に乗せる、はい、でパン粉をつけてよくくっつけてあげてください。それ本場のやつはすごい細かいパン粉を使います。とんかつの衣みたいなのじゃなくて、なんていうんですかね、顆粒状ぐらいになってるパン粉ですね。ドライのパン粉とか使ってると思います。はい、はい、こんな感じです。はい、では焼いていきたいと思います。これはテフロンのフライパンですね。はい、火をつけて少し熱してから、本来は僕が聞いた話だとバターで結構やるみたいです、ヨーロッパだと。けど日本人には重いと思うんですよね、バターでこのパン粉つけたの焼くって。だから今日はオリーブオイルで調理していきたいなと思います。で少し揚げ焼きっぽい感じにしていくんで、ちょっとオイル多めですね。はい、こんぐらいで、あと焼いた後に網みたいなのがあると余計な油が落ちるんで、おすすめです。で薄く切ってるんで、早いです。なのである程度ちょっと油を上げてから焼いていきます。あ、ちなみにウィーン風カツレツ、ミラノ風とか聞いた方もいると思うんですけど、ミラノ風はトマトソースですね。基本的に工程は一緒です。この伸ばしたりパン粉つける。ウィーン風は、本来ならばこのじゃがいもとかゆで卵がついてバターソースとかレモン添えとかです。これがウィーン風です。はい、じゃあ温まったんで焼いていきたいと思います。はい、こんな感じで吸って入れたら中火する。
こんな感じですね。もうちょいですかね。はい、返します。あ、これぐらいです。いい色っすね。こんな感じです。薄いんで、あんまり長時間焼いてると肉が硬くなってくんで、なるべくこう短い時間で両面サクサクに綺麗な焼き色、揚げ色っていうかをつけるっていうのがポイントですかね。よし、もうこれで焼き上がりです。じゃあ揚げていきます。はい、こんな感じです。で、油のとこがやっぱりちょっと火入りにくいんで、少し押してあげるといい感じです。はい、OK です。バターソースもあるんですけど、今回は見送ります。ちょっと重いんで、今日はレモン添えでいきたいなと思います。で、本来は輪切りのレモンですね。少し薄めに切った輪切りのレモンを、はい、乗せて、はい、ウィン風カツレツ完成です。じゃあ試食いかせていただきます。はい、では試食の方いかせていただきます。いい香りですね。もうこうふわってこうパセリとかいろんな香りがあって、こうレモンの香りもします。いただきます。サクサクです。うん、美味しいです、うん、サクサク感、これがやっぱり弱火でずっと焼いちゃうとサクサク感なくなって肉固くなっちゃうんですよね。さっきぐらいのこう中火ぐらいでこう揚げ焼きみたいな感じでするとサクサクになります、うん、レモンもちょっと絞って、レモン絞るとやっぱりかなりさっぱりするんで、でこの付け合わせのまた卵をつけて食べてみます。なんかこう味変して面白いですよね。レモンつけたり卵つけたりみたいな。うん、またこうコクっていうか、卵の香りともまた一体感があって、うん、でもレモンがこのなんていうんですかね、卵のアンモニアっぽさみたいなのも全部消してくれるんで、すごく食べやすくて美味しいですね。こちらワインですね。はい、一応フランスワインで考えていたら、はい、アンドレ・ロレール自然派ワインですね。こちらゾッツェンベル、ブドウ品種がリースリンです。こちらの方で合わせたいなと思います。なんかいいですね。この飲んだら眠りたくなるぐらい、今実は牛蜜時すぎました。いいですね。これやっぱり白ですね。リースリングすごく合うと僕は個人的に思います。はい、今回ウィーン風カツレツですね。はい、こちらもそんなに難しい料理ではないんで、ポイントだけ、見ていただいて、ぜひ家で実践していただきたいなと思います。またなんか質問とかリクエストあれば、どしどし、
寄せください。また、今回の動画が良かったら高評価もよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。